の国にあってね、その外国の言葉にない言葉はたくさんありますけど、例えば西洋、アメリカや、ね、イギリスにない言葉ありますからね。だから英語に訳すばよからなかなかこれ難しいもんね。ない言葉は向こうに当てはめるから。そのまあ民族を違うとこういうもんでありましてね、分からんこと多いもんですよ。わしを知っとる人にね、山口県のこの小野田というところね、これ小野田セメントっていうセメントの箱のところですね。小野田というところにお寺のね、住職でね、今度の戦犯にかかりましてね、巣鴨の刑務所に、おった人です。2年ぐらいやら巣鴨の刑務所に、戦犯にね、それが陸軍大尉でしてね、陸軍大尉か、とにかくね、捕虜収容所の九州の辺のね、どこ大牟田かどっかのね、捕虜収容所の所長だったんです。で、お寺の、まあこれは次男坊だったけどね、兄さんが亡くなって住職になったから、早稲田出た人でね、それがその捕虜収容所の所長だったね。そしたらね、その捕虜にね、タケノコを食わしたっていうことがね、これで罪になったんです。このタケノコを捕虜に食べさせたいこと、これがそのね、原因でこの戦犯にかかった。あんたらこれわし誰考えても不思議に思うじゃん。タケノコ食べさせた、その竹を食わしたち、日本人はけしからんやつやち。それをね、どんなに説明しても向こうに分からんそうです。竹を食わした日本人やつはけしからんやつやって、掘るじゃん思ってバカにしてから竹を食わしたっていうのも怖いな いうことね。タケノコ食べておるけど、まあ、嫌いな人はないけど、タケノコっておいしいもんだから。そうじゃん。それやっぱり民族が違うと育ちのもんです。で、今頃はもうね、アメリカとだいぶこの交流がね、何でからそういうことは分かりだと思うけどね、その時期はそういうことは分からだったね。タケノコを食べさせたのが罪でね、戦犯になった。この人はね、このお寺の住職だからね、もう他の収容所よりもね、誰も真似ができんだけ大変親切にしたんそうです。やっぱりお寺のなんじゃからね、非常に、ね、親切に大事にしたんそうです。それでもタケノコを食わしたっていうのが、それが原因で、それでとうとう戦犯に2年引っ張られたんね。それどんなに言うても説明言うても分からんそうです。だからね、民族が違うとそういうもんで、インドから中国全然民族違いますからね、習慣もみんな違うからね。だからお経という言葉はね、大体このインドしかないんだから、お釈迦さんのおっしゃった言葉だからないんだから、中国にはね、当てはまる言葉がないんであります。それでこれを一番先、これ誰が考えたか、まあ、とにかくこれ一番最初がこれお経っていうのはこの役だったね。で、これはどういうことかって言ったらね、曇鸞大師がちゃんと説明しておりましてね、こういうこと書いてます。中国ではね、一番まあ世界でも偉い人っていう、まあ、とにかくこれをバカにするとおらんね、孔子ということはね、孔子っていうね、孔子っていう、これはまあ世界でも3人の偉い人に孔子とお釈迦さんとキリストになったそうね。だからまあ我々の時には世界の三聖って言われたよね。で、その一番偉い方、中国で孔子行くとは、まあ、世界中知らない人おらん。その孔子のね、おっしゃった言葉しか、このお経っていう、この経の字は使わないんです。これはどんな話言っとるか間違いない。そしたら、それを声当てたの。お釈迦さんのおっしゃったこと。だから、そうすると、これがどういう意味かって分かりましょうが。それがさっぱり、まあ、寝台とにお供えするような、お供え物ようなな、安らく眠るためにあげるようなお経になったら、さっぱりわけわからんでしょうね。残念なことだ、これは。ね、それで、孔子のおっしゃったことはね、どこの国持ってても通ずるんです。ね、いつの時代でも通ずるね。それからね、誰にでも通ずる。これが孔子の。これでどういうことを説いたかってね、人間の本当の生きていく道を説いたんじゃろう、これ。生きていく。仏教のこのお経もそういうことなんで、お釈迦さんのとこあったのも、人間のこれは本当にね、生きる答えを明らかにしたもんです。これによって初めてね、人間が本当に生きる答えを見出すというか、そういうのを説いたのがこのお経なんですからな。だからこれを中国の言葉にこの字に当てんには、これは言いようがない、表現のしようがない。だからこの経の字をこう言い当てたね。だいたいこの下らっていうのは下落ち目なんです。紐とか線ちみなんで、それはなぜかって言ったらね、
お経、この釈迦さんがおっしゃったことに、初めはその紙がなかったね、紙が。で、紙なかったからに、木の葉かて、木の葉に。で、木の葉が、ね、長いお経やったら5枚でも10枚でも切りましょうが、この1枚で足らんからね。そうすると、それをこう、つづり合わせて紐を通したん。それで紐ちみなんです。そういうことから来るんです。で、これで、お葬式の時に、ね、七条の袈裟をかけますとね、後ろへこうぶら下げてもらうのがご存知かな。ね、あれが、ね、スタラチ、ヒモチ、お経中ってな。だから、そのインドの本来の意味と中国の意味は違うんだけど、これはね、もちろん、この中国人に分かる言葉としてはね、もうとにかく、この経の字を使わんには言いようがないんです。経の字を使わんには。とにかく、これは、どこ行っても、いつの時代でも変わらん、人間の一番、ね、大事な生きていく道。そういうことを説かれたのがお経ということな。やったら、あなた死んだっていうの関係ないがんの。ね、そうすると、お経地のに、どういうかというと、これはまあね、いろんなこう訳が、中国で解釈たくさんあるんです。一番わかりやすい解釈はね、これは、道仙という方がね、道仙って言ったのは、願成、いや、奈良の唐招提寺の、鑑真和尚か。鑑真和尚の先生であります。師匠です。これが、道仙という。禅道大師とちょっと後輩ぐらい。時代はほとんど同じです。その 道仙という方がね、こういうことを、この光明宗書物に書いてね、三つ意味をね、こういうことを書いて お経という言葉に、こういうことを書いて。久しい地味とね、夜地味と通ずる地味なんです。これ誰も分かるでしょ。これお経地味なんです。久しい。だから、お経はね、経の字は常と読むんだよね。常と。源義経という、この字書きましょう。常っていう。これは常っていうことは、情というね。こういう意味。同じことなんだよ。今日は情なりち僧侶ということはちゃんと言ってましてね。あれは論中にもこれ引いてます。論の話が。これが、いつの時代になっても変わらんという。いつの時代になっても、それからどの時代でもお経の意味が来るということはない。いつの時代でも。何かって言ったらね、なぜこの変わらんかって言ったらね、人間にはね、これはもう、これから何千年経っても、この今から何千年前であってもね、その変わる面と変わらん面があるね。その変わる面ばっかり見とるから、だん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 我々このね、もう小さい時から今までの随分変わってましょうがね、いろいろ変わってますよ。テレビでも見てみなれよ。これ今から50年前に出た人が今、この死んだ人が出てきてみなれよ。ほう、これ化け物か思えるじゃん。なあ。それ今から100年前の人やったらね、ねえ、この日本でもね、明治のやったらもう、明治前だったら、おそらく電話機もないしの。これはもう、ここまで100年前やったらもっと化け物思うじゃろうね。電話ないし、テレビやるね。ああいうものがこう、どんどん出てくるとね、これはもう、なんせ、それから今の飛行機は飛ぶしの。どうすか？ね、とにかく、これから、なんで、それはもうちょっと長生きしなれよ。おばあちゃんのもう20年、30年と長生きしなれよ。これ、バタバタでゆっくりしなれよ、これの。アメリカにね、往復できる時代が出てきますね。もうちょっとしたら、日帰りが。アメリカへ。ああ、なると忙しくなるで。ああ、ちょっとどこ行くか、アメリカちょっと用事やっていくうちね。え、ヨーロッパでも日帰りできるの、これ、だんだんそうなりますよ、これね。だから、どん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 この変わっていきますね。変わっていく面、それ変わっていく面ばっかり物を見とんじゃね。ところが変わらん面があるんです。いつの時代にも変わらん面があるんです。どこの国行っても変わらん。いつの時代にも変わらん。また誰にも変わらんもの。これはどう、死ぬるいこと。これはもう絶対に間違いないね、これ。なんぼ科学が進歩してもね、なんぼ医者さんの学問が進歩してもね、どうすかよ、これ。やっぱり死ぬるんで。じゃ覚えときなれよ。え？みんな死ぬるんで、こうたくさんこういでもう方、もうあんまり先はもうよけないと、もう だいぶおいでになるけど、これ、どっかへの。みんな死ぬるんで、これ。これで、若いやつも死ぬんで。若いやつで言ってわしゃ関係ないもったら、若かろうと年寄りだと。みんな死んでいくんだ。ね。みんな死んで、一人も。
それを俺はまだ関係ないみんな思っとん、一言に思っとん。いやここのご住職これに、去年はこれ達しなかった、今日ここ何してね、もう亡くなったからびっくりしました。これねえ、わしよりまだ年だいぶはるか若いな、ねえ、でけんどうすかこれ。それみんな人が死ぬと思っとんね、俺は関係ないもん。みんなそう思ってましょうか。そうでないんですよ。関係ないね。関係があるんで。大いにあるんで。みんな死んでいく。一人も漏れず。ねえ。何が今度、蓮如さんの芝居見に行かれた方ら、今度、蓮如さんがね、一番その五人の奥さんがみんな死に別れですからね。で、よったりだけはね、初めの二人は、尿炎というママ母が押し付けた、あれ。奥さんですからね。で、あとの二人もやっぱり政策的なもんです。で、真ん中にあの女性っていうか、あれだけは違うんですね。真ん中の三番目が。あれは三十何歩で、これお産の主治医かなんか一人子を産んで死んでますね。この時、蓮如さんは大変手段してますね。もうとにかく、あれは場外ご務所に出ております。ね。で、これをご縁にして、みんなお互いがね、死ぬということをね、目を覚まさねえ感じ。ね、人の死でないんやと。でだから先立つ人は前時吉として仰げとこう。前時吉と、ね、わしを再度するためにこの世に出てくれたと。子供を失っても主人を失っても奥さんを失ってもね、わしを再度するためにわしはぼーっとしとるから、いつまでもおるように思っとるから、お前も当てにならんぞということをね、身をもってわしに再度に来てくださったと。こういうの蓮如さんはちゃんと書いてる、この通りであります。だからね、これ死ぬことは絶対間違いない。これ生きとるよ。これはろうそくとない。これろうそくがね、これをね止まっとるよ。おいの止まっとるやろ。目開けてみなれよ。どう眠たきゃ片方でも開けてみなれ。これの分かるよ。これのところこれ止まっとることは消えるんで、あれこれマッチで火をつけんねやら、マッチで火をつけんねや。だからこれ火をつけとるさえしない人と、生まれたということはこれはマッチで火をつけた。そしたらどん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 消えるよ。これそれであんた方の年まで行ったら、まあ一歩のろうそくで、お方もうこの辺まで来てる。これ残ったんだ。えのそうやろ。これだからこれところがね、それと若い人は関係ないもったら、そうでね、関係ないことはない。さっきつけてもさっき給仕のおばちゃんにさっき消えることもあるんやから、誰がさっき行かんとこ。だからお寺参りったら年寄り職は違うんで、みんな同じ問題持っとるんだから。年寄りの話一つも違う。みんな誰も、これはこれこそほんまに一人も例外ないの。これこれはほんまの民主主義じゃ。一人もこれでね、わしは死なんちゅうの一人もないの。ねえ、絶対に。だから絶対に間違いない。これをね、みんな共通するんです。みんな一人もわしは死なんちゅうおらんの。ほと性があってええような、みんな死ぬと頼む、こう力強いのもんじゃ。これみんなが死んだらそうね、なんともないのけどね、あれみんなが死ぬのもから一言に思うと、わしが死ぬんだ。まあね、お寺の坊さんっていうのはね、これはどうもなんですの、葬式をよう行くとね、葬式がもうみんなマンネリ化しましてね、死ぬのが当たり前もって、自分だけは関係ないもんと。葬式ばっかり行くと、その人の死ぬ子ばっかりの、ね、葬式やと同じようなもんでくれ。ところがどうです、何歩何でもね、これ人の死いうこともしかなんだけどね、己が死ぬってことを見合わさねえかな。これねえ、死ぬる、これ己が死ぬいうことになったら何ともないか。人が死ぬやったら何ともないかしらけど、己が死ぬんだからねえ、この人はそれを死んだことを通して己も死をともさねえかな。自分もお前が死ぬってことを一つね、相当目を覚まさねえか。それが大事なの。そしたらこれをこの死ぬということを通したらね、生きることはないんですよ。みんな消される。この間なんつかの、飛行機や、この間おった飛行機ね、123便あれで名前変えたそうな、番号アホメが変えたら落ちんのかい。ところがそのなんとですね、あの飛行機な、わしは乗っとらんから関係ないもん。あれみんな落ちる飛行機乗っとんねん。これみんな乗っとんねん。これで おばあちゃんらもう大方手前まで来てる、落ちる手前まで来てるわけよ。これえ
みんな乗っとんねんから。あれね、乗りさえせね落ちんのね。乗りさえせね、あの飛行機に。だから乗らん人はね、あれキャンセル待ちでね、うまいこと手に入ってから、まあ大阪へ早く帰るって喜んだって乗った人あれ落ちたんで。だからね、どうもあの飛行機乗っとるね、航空券をちゃんと手にしとってね、大丈夫、あれ乗れるつもりがね、あの乗るつもりがね、どうも用事があってからね、次の便にね、伸ばした人は助かったのね。そうやろ。だから乗ったからおったんでしょ。そしたら我々はね、小あるものは必ず死に気づいたら、もうあの飛行機乗っとることなんで、乗ったら落ちることなんで。ねえ。これは落ちるんだけどね、これを人間ばっかりこれは生きとしてけど、みんな同じ力なのみんな落ちる飛行機乗っとんだけどね、動物はこれを知らんのだよ。動物はこれを落ちることを知らんの。人間はね、この飛行機が落ちる飛行機に乗っとることを知っとるんです。辛いで、これ。だから知らんのが一番いいもんね、これ。知らんのが。ねえ、知っとるね。この落ちること知っとるね。あの、落ちる飛行機に乗って落ちること分かってから20分ぐらいまだ感覚あったでしょうが。あの間の辛い気持ちをちょっと想像しても誰でも分かるもん、これ。いやいや、落ちること分かって乗っとんねんから。なんともないかの。あの、歌を歌う人がおったろうが。歌を歌う。あれはあの歌なんぼ、あの時の歌を歌って面白いってね、ね、喜びとおるかの。歌うなどをとってももう、聞く耳ももう聞く耳入らんですよ、もの。ねえ。だからね、なんぼおいしいごちそうでも喉入らんで、これ。ねえ。それに今頃こういうこと落ちる飛行機に乗っとってもなんともない、アホめが多いね、アホめが。これはもう動物よ、こうなった。ねえ。だからこれね、いつ落ちるからに飛行機に乗っとるから、しかも間違いなく落ちるから、性あるものは必ず死にきる。こういう問題を持ったの。だからね、この答えはね、この問題を通したらね、よく生きる答えを消される。ノーベル賞を持った人間は何の突っ張りならんねん。一回ノーベル賞を持ったって言うて貸しとるよ、もう一回行く暇がないから、これみんな。ノーベル賞をもらって威張っとる人も何もならん。なんぼノーベル賞ぐらい何の突っ張りならん。総理大臣になっても何もならん。ね、それからね、南方からね、偉い大学者になっても、それからね、松下幸之助ぐらい金持ちになっても、何にもお金が突っ張りならんですよ。これは松下幸之助に一回言うて返したら、こう行く暇はないから、こう行かないけど、これ。どうすか、これ、みんなお金持ちで威張っとっても、その金が何の役立った。それから子供がね、南方かしこうなって、エロになって、隣に座っとっても、あの飛行機に乗ったら支えならんよ。なんぼね、美人の奥さんもらってもそれが何の突っ張りならんねん。もうただ、たった一人わしが残らん。こういうもんでわし持ったね。これは変わらんじゃろう。なんぼ科学は進歩してもどうもこうならん。お金の力でも何の力でもこれ解決できんもんでは。ね、それを今こう持った。仏法いうことはね、この問題の解決なんです。解決ね、はっきりね、はっきり。ね、何を言っとるか。だからね、お釈迦さんがね、一番そのこれは出家をされたというのが大変大事な意味なんです。これはね、お釈迦さんは王族ですからね。だから、どのお経でもお釈迦さんには皆王族の表現するんです。ね。だいたい仏っていうのは全部あれ皆ね、これはもう、大日如来のような発心説法のような仏さん以外はね、全部これは法人仏のような形になると皆、お釈迦さんの電気を通して表現するんです。これは仏教の形式なんです。だから、法蔵菩薩でもあれ、国王が出家して法蔵菩薩になりましょう。これはどのお経でもそういう筋がちゃんと立ったんです。だから、他のお経を見たらよくわかるんです。ところがね、お釈迦さんはその出家したんがね、あれみんな止めたんですからね。もう結婚してね、子供、ラゴラという子供までできとったんですからね。だからね、お釈迦さんはね、あんたはなんでそんな人生にね、この不足があって出家するんかと。そんなこと、そんなね、もうことはつまらんことやめなさいと。こういうことみんな、ね、止めるんです。それにね、お釈迦さんは周囲のものを全部振り切ってね、それでこの出家する。出家言ったらね、苦行するんです。これは6年間とみんなお経に帰ってますけど、本当は7年間苦行したという、本当はそうらしい。それで苦行するの。苦行するのはね、どんな苦行かって言いますね、
生きるか死ぬるかちをすれすれのとこまでの苦行をするんです。これが仏教に皆残っとるわけ。だからやっぱり苦行をするんです。ね、で苦行をしてお釈迦さんは悟ったんでないになります。苦行をして悟ったんでないんですよ。苦行をしたことはダメであったことを悟ったんですよ。お釈迦さん反対なんで、これ大概ね、苦行して悟ったってそうじゃない。苦行をしたことはダメであったことを悟った。ところがそのね、みんなが止めるのに、そんなね、無謀なね、もう生きるか死ぬかわからんようなね、この苦行せでめかろうにね、だからみんな止めたんです。何の不足あって、食べることも着ることも住まいもね、何にも言うことね、あのまだね、三つの宮殿があったっちゅうから、この雨がこのうちにはね、梅雨のような自分がインドに3ヶ月続く、その時には雨の降らんとこちゃんと利休があったんで、葉山の御用というのがちゃんとあったわけ。それからあと 寒い時にはぬくいとこにちゃんと、それから暑い時には寒、あの暑ないとこに利休があった。それからもう何一つ不自由ない、こういう生活、それに出家したんですよ。それが何で出家したかということが大事なの。これはね、いろんな理由があるんで、現在はね、こういうお釈迦さんの研究っていうのは非常に優れていましてね、これは皆全部西洋の学問のおかげです。西洋人ってなかなか緻密にものを考えますからね。だからドイツとかね、フランスとかイギリスとかアメリカっていうのはね、こういうその各国のね、仏教の学者おりますからね、そういう方がその研究してね、お釈迦さんの伝記のいろんなこの今でわからなかったことです。だけどね、いろんな理由があるね。一番整理したのが最近の本に出ておりますけど、これは11挙げてますね、お釈迦さんの出家された理由はね。ところがね、その中で一番大きな理由は、第一に挙げるのが生じ問題なんです。これはもう、これはどの教でも書いてこの通り、誰が言っても間違っておらん。生じ問題、生じ問題言ったら、今生きとることがろうそくを灯っとることなの。みんな今ろうそく灯っとんで、これろうそくと灯っとることは冷え、これ消えるんで、消えるんですよ。消えるんだけど、これざーっと姉妹まで行ったらええんで、もうあんた方ぐらいの年まで行ったら、まあそうね、まあわしは悪口ばかり言うわけどとにかくね、あの葬式見たら一番よく分かるわ。あのね、40代から50代ぐらいの年でね、亡くなってみられ、コロッと死んでみられ、それからまだ10ぐらいの子が交通事故で死んでみられ、ね、20歳ぐらいの何も交通事故で死ぬぐらいましょうが、そういうところの葬式行ったらね、こっちがもらえなきゃせねえなほど、みんな泣いてます、目が赤くなるだけ。ところがあんた方ぐらいの年になってから、もらえなきゃせねえな、めったのらん子。もう、ちょびっと2粒出たらもう乾いとる、ポロッポロッと。そう、葬式の時にポロッポロッ、それでもうあくりは乾いた。何か言ったら、もう年も年だし、ええ死ぬよよって言ってね、コロッと死んだら。うちのなんかでね、まあだいぶ前だったけどね、12人子を産んだ人がね、これもう昔だったら奨励金もらったんだよね、ね、あの戦争中やったらね、もらったんですよ。その人がね、あの12人とみんな1人前いたんだからね、大変なことだよこれね。一人でも今頃なかなかあるね、なんでこれ12人座ったんだからね。それがその死んだ時にね、その子の85、6くらい死んだんだね。テレビ見よって死んだった、テレビ見よってね、知らんの、誰もじいさんと隣になってもじいさんも知らんの、見よってそのままもう死んだったね。えそれと子供がみんな目張るだけ、みんな目が張れるだけ泣いとると思ったら、一つもなかった、二つ12人育てば12人育ったら大変なことやろこれね。え大変そうだって、それでもね、コロッと死んだら、それで2つ。だからまあ、なんですね、まああんた方ぐらいになったら、まあそういうふうにね、その目張れるほど泣く人おらんけど、しかし、これがな、この順序から行ったら、ろうそくは芝居まで行ったらええんだけどね、いつ切れからね、これ。つけてすぐ切るか、切ることもある、ね。そうだから、いつ切れから。生まれたやついつ切る。これ、扇風機のきついやつやっとんねから。いつ切れから。だから年は違うても寿命だけはみんな同級生じゃ、みんな同い年や。30の息子もね、20歳の娘もみんな同い年。でこれからお孫さんがおばちゃん年何ぼかいたら、お前と同い年になるよ。そう言うたるね。おばちゃん年のわしは86でそのこと言わでめえんじゃ、もうお前と同い年やったんだよこれ。ねえ、同い年なんだよこれ。いつ切れから。
じゃから年寄りばっかり見るも前もたちはみんな同じ問題を持ってねえから。それに一つも違うねえから。そうするとこれに、いつこの問題を通したら生きることはないでしょう。ねえ、この解決の答えは明らかだ。この解決の答えを、これを明らかにしたのが仏法ことなんですよ。お悟りことはそういうことなんですよ。生じいずべき道は明らかな。それを説いとるのが大きいことなんです。だから孔子の教とはちょっと意味違うんで、孔子の説かれたものはこれは人間の生きていくことが説いとらん。ところが仏法の分は人間の今のね、これわし自身の問題を。だから孔子の経というこのお経の字はね、そういうことなんだけどね。ところがお釈迦さんの説かれたお経というのはイメージやん。わしのことと言うと。わしの。ね、この孔子の分は人間が生きていくための道を説いてるんだけど。ところがお釈迦さんの説かれたのはね、どうか言ったら、わしが今これはね、どうかこれはみんな死んでいくんじゃろ、これ。な、とこ、そういったらこれを通したら分かっとったら、もうガンじゃ言うてみられや。なんともないかいの。なんぼは80になってもガンじゃ言うたら、もうみんながんじゃけど、間違いないんだけどな、これ。ね、みんな厚かましい人ばっかでの、これ。厚かましいのは、なんで厚かましいの。俺だけは大丈夫って、あれ蓋しておくんだ。わしもやっとんねん、これ。こいつで一言に思っとんねん。ところが、この蓋は何ら、保証も根拠も何もない。科学的な根拠何もない。何の支えにならん。この蓋を取ったら、もう次はないんだよ。そしたら人間は生きることないでしょ。この問題に、ね、目を、これが分からんにはね、ブタです、人間が。今はね、ブタのようなやつが目先のことしか考えない。それが動物、そういった動物です。だから、宗教を問題にすることはそういうことなの。ね、宗教がね、今頃、日本人には知識人にアホが見えてね、宗教ばかりする。これはブタとないことです。これはね、これ石川県の人ですけど、石川県にね、もうとにかく日本、日本でね、日本では世界にないぐらいのこのね、哲学者が出た、哲学者が。昭和20年に死んだ人です。これはね、「歎異抄」をね、母親がね、父に飲ますときに一ページずつ拝読しよったっていう話よ。これちょっと大間の表現か知らんけどね、西田喜太郎っていう哲学者で、この人はね、能登と加賀とのちょうど境ぐらいの宇野家っていうところですかね、そこの出身です。それで宇野家っていうところに、能登行く、輪島行く途中にありますわ。ね、そことね、20世紀にもう一人ドイツに有名な哲学者のハイデガーという人がいる。これはハイデガーの方がだいぶ後に亡くなったんですね。これと交流がありましてね、ハイデガーというのは素晴らしい哲学者で、でこのハイデガーの生まれたとこと西田喜太郎のなんか協定、今から要は協定娘生涯、大阪市と上海が何したようにね、で今協定を結んだそうですね。そういうこと、その西田喜太郎という哲学者がね、こういうことを言ってますね。宗教を否定することは人間を否定することです。その通りなんです。人間を否定することは動物になってしまうことなんです。なんで己が問題にならないことやから、己、こういう今どうですか、これ生きとることは、この飛行機、この落ちる飛行機乗っとることが分かっとったらどうですか、辛いじゃないですか。この問題のね、解決をね、正しい解決の答えを明らかにするお経なんです。それを書いてるのがお経なの。どのお経でもそれ以外ないの。だからお経言ったら、だから私にしか向かってらんがな。それ死んだ人に向けて何意味ありますか。だから仏教はわけのわからないになっちまったの。ねえ。だからわしのこと。ところがね、これはどのお経でもそうなんだけどね、そういうことを説いてるんだけど、とにかくね、この画集中壁、画集中壁がなかなかきついんだよね。俺だけは大丈夫ち。だから人ごとに思ってみましょう。ね、人が亡くなった言ってもね、やっぱり人は人の話で、わしは関係ない思ってみましょう。まだね、我が子が死んでもわしは関係ない思ってるの。なかなか厚かましい。そういうの画集です。この画集の壁からね、出られんとね、こっからもうこれ煩悩不足。こうなるとね、もう一つもこれがね、人ごとに思ってわしは関係ない思ってる。こういう人間はね、ちょっと通じんです。これやっぱり目を覚まさんじゃ。だから仏教ではね、遠離江戸言語浄土っていうことが、これは仏教の建前なの。このまず自分の危ないか、ここ目を覚まさねえか。ところが危ないところにおってもね、なんともない。これおのり今墜落する飛行機のなんともない。これが俺だけは大丈夫って歌ってるから、ねえ、
こういう人間はちょっと簡単にいかんね。ねえ、ここへ越されんですこれ。気にしとらんね。ところがね、こういうね、そのこういうのをね、天道の凡夫って言うんだよ。天道の天道言ったら逆さまいことなる。ね、凡夫。同じ凡夫でもね、凡夫にもええやつも悪いやつもおりまんで、凡夫言ったら何もね、いろんなもおりまんねからな。だから正真逆一切全幕凡夫にとりましょう。だからね、ええのも悪いもんだけど、まあ、あんた方ええ方でこっちは悪い方でこれの。あのね、天道の凡夫言ったらね、落ちることが苦にならん、助かることが嫌いなん。これ天道の凡夫。どこに一匹、ここに一匹おる。ね、その天道の凡夫が対象のね、この障子を越えていく道は、弥陀の本願しかないんだよ。ね、そこ大事なの。弥陀の本願。弥陀の本願はね、その天道の逆さまになっとるやつ。落ちることが喜んどる。落ちることを喜んで助かることを嫌いながき。それを凡夫ちん。同じ凡夫で、そういった天道の凡夫じゃ。そいつがね、ね、救いの対象、それがね、この障子の問題の解決のね、この答えをね、明らかにとるのが、これ浄土の三部教ってことだ。同じお経でも。だから浄土の三部教いたら、どうかこれは私に直接したことなんで、みんなこれ天道の凡夫じゃ、怖い言うてもね、人ごとに思ってましょうが、人の話に思って、ああどこそこのおばあちゃんが亡くなったげなち、人の話に思ったん。まあね、このくらい目を覚ませて、俺もうちに参ってくる人に、ね、こういう人おりますよ。自分のうちのね、可愛い犬が死んだんです。犬が死んだことが、このこれで夫婦が仏法を聞き出したところ。犬が死ぬことは、そういう経験ありましょうか。犬こうたうちやったらね、犬が死んでも法を聞くような、猫が死んでも法を聞くような、こうちゃんとご縁を与えてくると思う。これそれに、可愛い我が子が死んでも、主人が死んでも、奥さんが死んでも、なんともない。これアホめだな。これが天道の凡夫じゃ。なんともない、動かんのこと。ね、ちょっと目を覚まさんにゃ。お前もどっこへまったとこっちに目を向けんにゃ。ところが、相当ね、そういうものがね、対象のね、これは弥陀の本願地のね、そういうね、凡夫が対象。しかも凡夫も天道の凡夫、これは禅道さんがちゃんとおっしゃった、天道の凡夫が対象だからの。そこでですね、それを説いたのが、これがですね、その天道の凡夫言うたらわしのことやからの、わしが救われていくこの問題の解決の答えがどうしたら解決できる、それを説いたのが浄土の三部教なんで、浄土の三部教だから、お教育とは私しか関係ないことなんで、私にも全くこの私に関係したのね、ね、それをね、明らかにしたのがの、それを明らかにしたのが、これをこの浄土の三部教の心持ちを明らかにしたのが、五戒さんの教行信証なの。その教行信証をね、噛んで噛んで噛みこなしての、誰でもどんな文字も知らん人でもね、ちゃんと分かるように噛みこなして砕いてお書きになったのが、この五文章なんです。これは昨日私は、あの、蓮如さんの言ったんですわ、芝居。ちょっとまずいとこも多かったけど、点数つけたら、あんまりええ点数もないけど、しかし、やっぱりこういうとこは、やっぱり一定とこありますからね、あの、大変、あのね、五文章書くの、片田の宝珠が、あの、本福寺の宝珠ということが頼んだでしょ。ああいうとこは間違いないです。あの、庶民一般に、もう誰も知らん文字も知らん人に、分かりやすく解いてくれってなったの。あれが始まりです。ね、このそれで蓮如様に文字もろくに知らん人を対象に変えた。これ大事なんです。そしてしかも一番その、あの、御文章の数がいいのは女の方に対する御文章がいいんです。これは、まあ、蓮如さんの一番一つに、あの、特色、それでこれだけ大きい大教団だったんですからね。ところが、あの、御文章はね、あの、御文章っていうことはよろしくないのです。本当はこれはね、西本願寺で若女商人中で14代からこういうことを使ったんです。それまではおふみちんがいいんです。大谷の人が一番いいんです。大谷は今でおふみちんが、あれはね、おふみちんの蓮如さんがおふみちん言えとおっしゃっとんやから、おふみちん、おふみ言ったら手紙のことやから。手紙はどう書いたら、私にいただいたってことなんです。
もらった手紙にはちゃんとね、なんでしょうが、もらう人と出す人おりべほうがどうかい。手紙ね、何も名前書いておらんでも、やっぱりこのね、もらう人がおらんにあれはね、めったに手紙っていうのはこんもんですよ。わしとこね、ように案内状をね、1000枚ぐらい出しましたの、白ぼてで帰ってくること、何かくっついてね、この宛名は書かずに、そのくっついたと出すことありまへん。そしたら、その郵便局を帰ってくる。いや、大概郵便局よ文句言ったんだけどね、この分だけ文句言われんわ。なぜか言ったらもうちょっとでも言ったらすぐ帰る。まあね、多い時の5、60通くらい帰ってくる。もう700、800くらい出してもそのくらい帰ってくる。それがね、もう分かりきったんところでも、例えばこの九方寺五坊地の大きな八王にあります、あれ知らん人がおらん。それでも八王市九方寺五坊というこの九方寺というところですからね、九方寺五坊と検証寺と書いたら帰ってくる。指輪は目がないかって言ったんです。目開けたら分かるって言ったんです。それでもね、京都の名やったらね、私その牧野さんちゅうがね、西日本願寺前筆屋とこうか、筆屋に前にその旅館に暗号の時に2週間踊ったんですよ。筆屋って筆来たで、京都西本願寺前筆屋っていう旅館に来た。この親切がないんですよ、この郵便屋っていうのはね、月給ばかりさらすくて、外ばかりさらして、何さらすかって言うたんやからね。それでもね、それは文句言ってもね、名前が書いたらんと、まあ、帰ってきた、これは文句言われんわい。誰だってよくわからんじゃろ。だからちゃんと名前はもらう人がおらんじゃろ。ね、誰様っちゅう、ね、横山さん、横山様ってちゃんと名前ついてきましょうがい。だから名前がなきゃいけない。ほっと、この手紙の名前は誰にもらった名前書いたら、誰にあげたって、わしにいただいたってこと。それは気づいないかんですよ。なんで御文書をお寺さんが読むのと違うんですよ。わしにいただいたって言うので、差出人はね、蓮如さんが書いてもこれ違うんだよ。だから蓮如さんは自分が書いてもありがたいと喜んでる、これ。蓮如さん書いたと思ってくれない。ね、と言っておく。これはね、これは阿弥陀さんからわしにいただいたお手紙なの。それを教知みなの。だから阿弥陀さんからわしにいただいた、ね、それをね、蓮如さんが代筆しとるわけや。三部教でもお釈迦さんが代筆しとるわけや。教行信者はそう思ったら間違いない。これは阿弥陀さんからわしにくださったお手紙。だからわしにいただく。それをお境地みなんだ。ほったらお境地な死んだ人にどこに書きありますか。これをいただくとね、大変なことですよ。もうとにかくね、人間の一番この癌はこれはね、何が変わってもこれ変わらないから。死ぬるっていう。今次は分からないから。ね、みんな俺では関係ないもんだけどね、次は分からん。この問題のちゃんと正しい解決の答えがちゃんと解かれた。だからこれに合わせていただくと、死ぬることに用がないことになったんだ。じゃこれほど強い方が何があるかな、これ。お金が何ぼあってもお金では解決できんじゃろ。何ぼノーベル賞もらったやつのノーベル賞では解決できんのね。ね、これね、これなんすね、これこの内容は何万打仏、何万打仏の法を説いとんが、これをこの五文書じゃからの、お経でもそうじゃから。そしたら、これに合うとの、死ぬことに用事がないことになったの。何があるかな、これ。地球上の宝をこれ皆集めてもらって、もっと大きな宝。それを説かれとんがお経なんだ。だからお経はね、だから死んだ人が私にいただかねえんじゃない。ね。ほでこれをくだいたのが御文書じゃから、わし、御文書も今日も同じことで、わしにいただいた如来様からのお手紙と、こう見たら間違いないのであります。そういうことを今日は見た。じゃあちょっと小休止します。このね、そうすると、この、まあ、お経ということは私にいただくもんじゃっていう、そこで浄土真宗のお経というのはこれ三部経、浄土三部経というのがこれは浄土真宗のお経ですけどね、これは一体どういうことを説いておるかということですね。ね、でこれはね、こういうことなんです。ちょっと黙ってきなれよ。ね、
浄土三部経地のね、私のこの檀家でもね、年期言ったらすぐ三部経あげてくれ言いますけどね、三部経あげてもええんですよ。あげるといらんのです。なんでけたらな、ようけあげるほど効き目がある、こういうやつ目がある、こういう声方は一番けしからんことです。今でね、パチンコばっかりまいたやつでもね、どうすかこれ、お経あげてやったら死んだら、お経あげたらいっぺんに極楽飛び込んでいくように、三部経、そんなものをそのこと説いとんじゃないんですよ。大変みんなそう思ってましたやろ。だからお経が一番ごそうじゃって、ね、パチンコばっかり前とってもね、いっぺんに極楽に飛び込んでいくように、そういうことを説いとんじゃないんです。だからようきあげる効き目があるもんと、そのことはお経はね、そのね、こういうことなんですね。このね、一番お経をする乙女に会う場合はね、粗末にしたらいけないんです。粗末に、これはもうね、一番このお釈迦さんのね、ご説法に合わせていただく、ちゅう如来様の言葉をいただく、ちゅう意味でね、ちゃんと頭を下げて丁寧に殺せ、慎重に配置をしていただくのが正しい。だからお勤めするお寺さんもやっぱそういう態度になっていけないんです。外ね、人間のこの緊張状態言ったらね、まあ1時間も2時間も持てるとおらんもんや、退屈になりますから、あくびが出るし、もうちょっと足が痛くなるしね、もうお行儀しとったらもう男の人モテようになるからね。だからまあね、20分ぐらいのもんじゃね、わしの段階ね、絶対にわしは長いお勤めしません、そのくらいでいつもね。だからまあそういうのがええんです。でもう一つ、それから一番いけないのは、そのためになるという考え方、これはよろしくない。でお経はとにかくね、そういうことで長いことは言うといらんけどね、三部経の心持ちだけはお寺さんから一つ聞かせていただかねえかんですよ、これは。それが主に、法事に。ただあげるわけは、三部経の心持ちはどういうことかいくと。それを説いたのがお経だから。その三部経の心持ちはどういうことかいくとね、これはその私のね、生きることを説いたんだから、やっぱりそれは聞かせていただかねえか。その具体的な内容が五文章なんだから、五文章あげとんだよね。そういうことなんだ。ところが、これをね、もしそのお姿で説明しましたらね、これが三部経の内容なんだ。真ん中のご本尊の意味が同じことで、こちらはこの三部経の方は文字で説明したもん、こちらはお姿で、みんな同じことなんで、三部経っていうのをね、縮めたらこれ一つに収まるんだ。どういうことか、何万打仏って言うと収まる。だから何万打仏を一平おばあちゃん唱えたらね、三部経を一平あげるとんないこっちゃ、こうなったらお寺さん干上がりになる。それ三部経を一遍あげるとね、それから何万打仏一遍同じこと、これは降参と略参って意味する、そういうことなん。そうするとね、その何万打仏ということがどういうことかという、これが三部経の、これお姿です。五文書でもそうですよ。だからそうすると、何万打仏ということは一体どういうことかと、それを説いたのが三部経の内容なん。そしたら、何万打仏ということはどういうことかということ、これを一つこれから申し上げるの。それがまあ、そうなけんねや、これがお経をいただくことなんだけど、何万打仏ということはね、一体どういうことかと。これはね、何万打仏ということがどういうことかということを、その何する場合はね、五戒尊はね、親鸞聖人ということはね、何万打仏というのはね、あまりその何万打仏の説明を出すときに、必ずね、その何万打仏ということはどういうことかということをね、説明せにはならんところにね、その何万打仏に出しとられん。これおかしいね。ね、どういうことかね、本願って大事なの、本願って言うと。これが大事なの。ね、本願って。我のご本尊は本願寺地ましょうが、本願寺地。ね、これは高知行きますとの、高知行きますとね、浄土宗のお寺に本願寺って寺があるんです。ここ高知市内に、浄土宗のお寺で、そこの住職を法然寺に、ひどいようにな。浄土宗のお寺でね、この間高知行ったら、これに、ね、ここのここの高知市内ですわ、ここのお寺をこの本願寺って寺やち、これ西本願寺かって東本願寺、これ浄土宗やち、それでそこの住職はね、法然寺。
またこれ名前も名前だし、このそのお寺の名前もね、住職は法然寺の住職だもんね。それでまあなんですけどね、本願寺地の 本願ってね、これは大事なんです。これはね、本願ということはね、一番大事なん、本願ということは。それで親鸞聖人はね、南無阿弥陀仏ということがどういうことかということをね、これを説明する場合でも本願しか出してない、本願の内容になっちゃう。ほんでね、南無阿弥陀仏とかお念仏という場合でもね、もう大抵多くの場合にね、本願の念仏、本願の名号と本願がつける。こういうその診断ということはね、本願ということを頭へつけておいて、必ずそういうこと大事なのね。そこで一つね、本願ということはただどういうことかということで、本願というね、本願ということは第十八願のことを本願というのよ。第十八願のこと、三部教中のこっちに見たらこれに収まるね。これはわしが勝手に言えないんですよ。ちゃんとね、化身度の文字にちゃんとおっしゃったね、三行の真実は戦略の本願をもって仕事すると書いてある。だから浄土三部境地の本願を取ると、これが要だとおっしゃってる。だからそうすると、その本願っていうのはね、どういうこと、これ第十八願のことを本願っていうの。その第十八願はね、どういう願かっていうことですね。でここでね、第十八願の一つね、この第十八願にはね、三つの中身からなっております。三つの中身から、第一番目はね、悪人が生起ということなんです。悪人が生起って、これ大事。第二番目はね、他力の信仰とこう言ってる。第三番目は法上浄土ということ。この三つの内容です、ね、でこれがこの第十八願の中身なんだ、ね、それで、これを全部広げたのが真宗教義たら浄土真宗の教え、この三つに全部収まるんです。でまたね、宗教というのがね、どこか世界に宗教たくさんあるのに、宗教というのが本当の宗教か嘘の宗教かということは、この三つの内容がそろわんには本当の宗教と言えんもんという大事なものね。それがこの本願の中身。だから真宗の教えというのはこれが座りだ。でまあお昼はね、一つこの真ん中の方へ取っていきましょうかの。他力の信心という、他力の信心行ということはお念仏のことな。これが本願の中身に一番中心な。だから本願の中心はやっぱこれが真ん中が中心ね。でこの他力の信心の信心と念仏、これ信行って言うんですけどね、その他力の信心っていうことの意味を一つこれ申しましょうかの。でこれはね、信心一つで助かるということが真宗の教えなんです。これはその信心一つで助かるっていう、助かるけどこの往生の問題の解決、つまりこの五章の一大事の解決、生死の一大の解決、つまりね、生死を越えていく道が開かれることなんです。そうすると死のうと生きようと関係ない世界、ちゃんと答えを見出すことなんです。それが信心一つね。だからね、このご信心をいただいたら助かる、そういうことなんで、とにかくそうなるとね、もう死ぬこと用がないっていうことなの。ところがその信心一つで助かるということの中身は、これが一番真ん中なんね。ところがその信心一つっていう、この信心っていうことがどういうことかっていうこと、こういうことがの。それで頭に他力っていうことをつけねえかなんです。他力っていうこと、他力っていうことをつけんにはね、信心っていうことがこれは分からないようになるんです。このとにかく世界中に宗教はたくさんあるんやから、もう今この日本の国ずいぶんあります。もうあんた方でもね、商売に子供氏が失敗なさったり、それで失業でもなさったりするとね、神山を始めなれ、神山を、心は人間を置いとくだからやったら儲かりまんね。アホばっかりおるんやから、みんなアホばっかり、騙して詐欺にならん商売です。これほどいい商売ないんだ、これ。
やったならやり方はしようしてやるから、なんぼでも。青目ばっかりあんねやから。そういうことで、これ、京阪沿線成田の不動地が出る。どうすかあれ。あれ、みんな、だんだんだん前にね、若いやつ目が。年寄りは車用のなんかの若いやつ目ばっかり、青がみんな前に。ほんで、行きがけに、これをね、まあ、金を出してから、お守り、もらうんだから、あれをこう、安いのも、高いのもあるんだろうな。ね、それからまた なんでお守りもらって交通安全を引き受けてもらって帰り受けに怪我するんで騒ぎにならんから私はそこの関名とかの人が関名のね警察の本部に話したとかあこれ本部何がありまんねこのパトコや白バイの本部がありまんね関名にそこへ行った話したことがあるだいぶ前にで私が行った時にはお守りもらい方だった私は小坂さんに歌ったからね、ほらもうあのねわしが帰った本をねその警察官の人がね梅田でなんか梅田の本屋で見てねそれであの本には裏に必ず住所書いてますから著者の住所ほいで八尾の警察にそのねちゃんと連絡取ってねほいでおうちその警察を頼みに来たの話に来てくれちゃうね言ったんですよそしたらわしはそれ言うたったんだよねあんたたち警察官が何とぼけとるかっちゅうわしが警察やったらの、警察官、あんた方の家の警察官やったらの、一番先に成田のことを手錠を見に行ったらってやっとったの。それじゃあ開口一番やっとったの。え騙して詐欺になる。あれ、ここ交通安全を引き受けてもてお金をむしるんやろ取るんやろそれで彼が家に怪我する。それで詐欺にならんのかって言って。わしが警察って一番先に手錠を見に行ったらって言ったって。そしたら手叩くやつもった。その年だけはお守りもらえにかだった。ところが、あくる年、体調がかってまた行き出したばっか。これはね、あの パトカーや白バイっていうのはね、随分あのパトカーでな白バイの方が怖いんですね。年に、ね、60人ぐらい平均してから5、60人ぐらい怪我したり死ぬもんですね。追っかけてパッとこう止まるやつをするとね、それで、行かれんそうですね。だからあれは白バイ、白バイのもあの、今のオートバイでやるもんがね、表現。スピード屋根を送るってね、何するとね、次自分がやることがあるんですね。だから大変危険だからね、それはやっぱりお守りもらえるんです。ね。それであれがあったら、その金が儲かるかって言ったら、いや、あれがあったら、その、なんつうの、今のね、交通事故ないようになるか、そうじゃないでしょうかよ。あれがあって、またね、お守りつけて交通事故ないようになったら、交通順位さ、日上がりになるの、これまた。これ、失業なんで、なんか何するのと、これ。だからな、ところが、ああいうのが皆ね、このあれでもだからなんですよ何にも根拠のともありプートンだからあれ詐欺ですよ詐欺ですよ完全に詐欺ですよトヨタ商事も一つも違うのトヨタ商事も一つも警察がとぼけとるから四つ込めんだけどもだからねご利益を売りつけるちらみんな詐欺のようなもんですよ神さんっていう名前ですねでそういう宗教でみんな信心信心って言うんやから信心しなれ信心しなれちゅうだから、信心ってのはみんなね、御文書に書いてる信心も、そういう宗教の信心も、みんな同じように思っとるね。ね。だから、味噌ともう一つのみんな同じように思っとるねから。一緒に混ぜて食べてるその発明も。だから、その実にその哀れな発明がね、これもう日本にはインテリアとそういうつまらんのがいいか知らんですからね。だから分からないです。ところがね、浄土真宗の信心はね、どこ行っても通じないの。絶対に通じないの。それは天理教を言おうと創価学会を言おうとキリストを言おうとどこ行ってもね通じないその通じない特色が頭に他力ということがつくそれをよう一つにこれを見落としたらダメなんで他力ということが頭につくなりますそれとの他力ということはどういうことかというこれがまた困ったもんねの大概人のふんどしって思うとねみんな他力ったらすぐ人のふんどし人のふんどし、まあ、女の人はふんどしせんけど、とにかく人のふんどしって言ったらもう、自分は懐出で、人の力でうまいことをやるちが人の。絶対、大変そうやろ、これ。自分はね、高みの見物に見たって、人の力でうまいことやるんが人のふんどしって。ね、それが他力になった。違うんです。それは横着言うんです。それはね、他力じゃない、そういう他力やっちゅう。これは邪力ちまうんです。え仏教でそういうのは邪力でこれですよ。これは他力の何もないんだよ、これ。邪力や。邪力を他力で思っとるんや、褒めが。だから、新聞屋のやつもやめろ、そういうの持ってるからね。間違いですよ。それでね、
他力っていうことはどういうことかち、他力ってことはね、これはね、私のものが一つも爪の奥に入らんね。これが一つですね。これが真宗の他力はそうなん。まあ真宗と聖山とよう他力は解釈をようにと、これ大体法然さんのお弟子さんでね、一番他力に力を入れたことは親鸞聖人とは違うんであります。聖山聖人に行くと一番力を入れた。だから聖山聖人の解釈と親鸞聖人の解釈はね、うり二つね、ようにとる。ね、ようにとる、違うんです。それでね、他力に一番近いとこれは聖山聖人に行くと。それから聖山と真宗はね、ようにとるんだけど、真宗の他力は違う。とか真宗の他力はね、私のものが一つも入る隙間がない。私の働きは入らん。わしの仕事は入る隙間がない。それで御文章に平勢合成ってことに行こうなんだよ。これ蓮如さんはね、何を説いたかって言うの、蓮如さんが、これ蓮如さんっていうのはね、これもう本願寺がね、あんた方これ今日、これ蓮如さんの苦労だけでも分かりますから、まあ今度芝居見に行かれたら分かりますわよね。あれだいぶ苦労されたとこ、まあしかしちょっとええとこもありとこもありますわよね。ところが蓮如さんの時代はね、どこに本願寺があったか言ったらね、千代院っていうことにしろ、千代院。千代院は誰を知ったでしょう。これ、この、どっとこの、この京阪で言ったら、四条で降りたら、すぐからまっすぐ東行ったら千代院があります。その千代院のね、境内に、総体院っていう小さい寺がありますね。三軒締めの寺なんだ。だいたい150坪だったそうです。その、蓮如さんが生まれた時の、この本願寺は。150坪。それで、本堂が三軒締めやった。三軒締めたら大きい本堂じゃないですよ。小さいもんで、これここからここまでが三軒か、そのくらいですからね。それが本願寺だったんですよ。それがね、蓮如さんのね、亡くなるまでに、亡くなるもこっちょでね、85歳で亡くなったね。これが現代の本願寺になったんです。現代の本願寺もね、これ蓮如さんがおいでになると絶対にまだ東本願寺と西本願寺分かれた、これだけのね。そうすると蓮如さんは随分からね、みんなこの法を説いた説教したもんです。蓮如さんはね、どんな説教をしたんだろうかということをこれ考えてみる。これどういろんな文献を調べてみる、ね、その蓮如さんのものはたくさんありますから、資料がね、これどうもこれどう考えても蓮如さんの説教というのはこれは平勢合成ということに収まるもんで、これそれは今これ一つも解かん、誰も言うんがおらん、ダメなんだ、だからダメだった。平勢合成ってんでない、トイトラン証拠は、お寺へ参ったの顔見たらすぐわかる。ここでもそうじゃん、お前。そうやねん、これはまあ、これだけよ、上手を、年寄りばっかり集めれる。これ大変なことや思うで、これも年寄りの日が明日か去ってやから、もう、これ集めてもいいけど、の、これもこれだけ上手だって、まあね、ところよるとね、大きい寺でもね、年寄りばっかり、もうこんなに上手を集めとるほど、その、ね、ある意味な、年寄りばっかり、小寺。なんでこんな平勢五条死んどるからです。蓮如さんのこと説いとらんからです。蓮如さんはね、もう今度の映画、映画に芝居に出ますわ。女性が対象、女性でもね、乳を飲ますような 女の方が対象なんだ、大体。甘っていうことはそういうことですから。みんな、だからもう、おばあちゃんのもう卒業生ばっかりで、これ、ちょっと手遅ればっかりで、これ。ね、乳を飲ますような人ばっかり対象なんだ。これが大事なん。ね、そういう人にね、どんな何でもね、誰でも分かる言葉に、これが御文章なん。で、ところが、それを何を説いたから、平勢合成と言った。平勢合成言ったらね、平勢言ったらいつでもいいことなんです。豆の間に法華経ですね、単純な意味に思うけど、それそういうこともなんですけどね、そういうことじゃないんですよ。これ、平勢ってことは、いつでもいいことなん。いつでもって。いつでも言ったらの、今言うことなんで。お医者さんでもの、今日は土曜日だからもう昼までしかないじゃろ、これ。今言ったらあかんでしょ。いつでも言ったら今で行ける。今のお腹痛っても、さっと行けるのに、いつでも言うことです。夜中でも行けるのに、いつでもでしょ。そしたらな、いつでも言ったら今言うことな。浄土真宗の教えは、今助かる教えなんだ、これ。これは若い人間としては今しかないんです。仏法はこうなきゃの仏法でないんです。
今助かるしな。いや聞いたんげくん、動きそうなったら平成号じゃならん。だからね、平成号じゃってことはよー一つこれね、あの味を手いたかねえかん。蓮如さんはこれを説いとんね、これは間違いなく言います。それでね、平成号じゃってことはね、これはね、もういつでも今っていうこと、今言ったらどういうことかたらね、今言ったら今とは違うんで、今言ったらみんなね、分かるように思いますけど、これ分かってる顔だけは人に、ね、これ聞いたら分からんもんですよ、誰でも。今言ったらどういうことか、今じゃないかって、それ今とはもう済んだって、今でないんで。そうでしょうか、今言ったら今でないんだから、言うまでも今でないんで、これはなかなか難しいで。ねえ、あんた方あの今頃大学行っとる、ちょっとお孫さんが理屈言いましょうが、仏法のことを悪口言ったら一つやってんやったなり、おばあちゃん一つこれからの、お前偉そうなこと言うけど今ちで受け一つ答えち、どういうことかち、絶対に返事できまへん。これ哲学ち学問で一番難しいのが、この時間論っていうのは難しいんですね。だからね、そうところは仏教史に対しても十字もさすがちゃんとこれ押さえてますからね、漢字文中中論であります。それで今ってことはね、どういうことか結論言ったら、わしがおるとこういうことなの。間違いなかろう。ちょっと頭働かしなりよ。ぼーっとせずに今日の天気のようにぼっと言ったらかに、ちょっと頭働かせて。ぼーっと言っとったらな、なんですよ。うちの檀家にこのおりまんがもう亡くなったけどね、60年以上くっついたばあさんに向かっての、ね、ばあさんに向かって、あんた見たことがね、どなたかって言うんだよ。そうなったらかんで、よう見ときなりよ、ばあさん忘れる、じいさん忘れんように。うん、あれぼーっと一つそうなんだからね、ちゃんとね頭働かすんで、ね、わしがおるところが今ってこと間違いないんですよ。わしがおるところが、というかこれわしを探すといらんやろ。さあわしは向こうに今 おさっきまで向こうにおって今どこ行っとるかっていう、わしを探したいとおるかいの。おらんでこりゃ。そしたらこれほど具体的のもないでしょ。わしがおるところが今でしょ。今ここなんです。今ここ以外にどっかも助かる場所はないんだ。これ平成号じゃいうことな。なんでかって言うと、なんでかって、その平成号上の証拠がここへちゃんとお姿で説明と、それをこれ大阪言うたら、これだけお寺が日本人で一番寺が多いところで、先祖中でのこれ仏壇を、これバカ者がいいんですよ、こと言うやつはアホがいいんですよ。どこに関係あるかよ、これ。わしが今おるとこを助かる場所で、証拠がちゃんとこう突き出されるということなんじゃないか。素晴らしいもんじゃないか、これ。それを、やっぱわけわからないなったね、これ。化け物に思うとる。だからね、仏壇は触ると気色悪いから、お少年を抜いてくれっちゅう。抜いたり入れたりするね、アホが。何さらすかよ、バカ者のままに。それを、お寺もまた喜んで、はーっとこれ。大きわげて抜いたり入れたりするアホが。何がこのバカもん、これ。そういうことはないんですよ。これはな、これはわしが助かる証拠なのよ。蓮如さんがちゃんとおっしゃっとる。これは南無阿弥陀仏ということをお姿で説明とんだからね。南無阿弥陀仏ということはね、往生の定まりたる証拠なんです。わしが助かる証拠ちゃんちゃんと。これがの、ちゃんと平成号上という証拠ちゃんと出てくる。それはなぜかって言ったらな、わしが助かる、ね、大概、よう聞いたら助かると思いましょうが。そう思うんかの、わしはまだ陽気帰ってもらったら、こっちが大丈夫になれたら助かる思うでしょ、こっちがはっきりなれたら助かる思う、こっちで間違いないようになったら助かる思いましょう。違うんですよ。そうなったらの、今ここダメじゃないか。よう聞いたで、今よう聞いとらんからダメじゃないか。ねえ、今まだ安心ができとらんでダメじゃないか。ご信心がいただきとらんでダメじゃないか。今どうもダメのようなの、ダメでないんだ。今がこれがしまいで、だいたいいつでも仏法に今がしまいの話を聞くんです。もう一回っていう話聞くからダメなんだ、これね。もう一回の話するから、話聞くから、また今日は夕べ寝にくかったから今日寝させてもらうことなんだ、これ。また明日もあるから明日言ってもらう。こういう聞きをしたら一生聞いてもダメ、それ入れてきなるよ。一生聞いてももう一回聞くのは仏法でない。それも一回一回しまい。もう帰りが今日補助されとらんねえから。あれ、あのおばあちゃんはさっき上岸さんへ参っ
ね、ほら今晩お通夜じゃいけないって言うんですよ。それならんと限らねえ。誰が保証しますから、これ途中でコロッと言ってみれば。の、まあ、そうなると嫁さん喜びますよ。年を取ってコロッと言ったらね。だけど、それ誰が保証しますか、これ。だからな、あることに間違いない、今ここしかないんですよ。仏法は今ここの話しかないんで。今がしまいなんで。まあ今がしまい、でもお休みになるというか、やっぱり二人ほどでなるけど、これは、やっぱ、越後の良寛さんぐらいじゃなと思うんだけどの、今がしまいで、今がしまいで、真似を取る方にあるんで、これ。真似を取る証拠、このお姿で見なんで、これ。わしはよう聞いとらんからダメじゃっちゅう、そのね、こっちがダメじゃっちゅう心配はいらんことなっとるね。いらんことなっとるっちゅう証拠、このお姿。それなんでこれ死人で思ったらバカ者言うから、何のわけわからん、化け物ってつまらんねこれね。平成王女ってことはの、そういうことなの。今がしまいでの、真似を取る方にゃん。で、寝尾さんはいつもこれって言ったの。みんな若いやつでもないこと、若い連中の年寄りでも見のないこと、いつでも今がしまい。仏法はこんなけんな仏法でないね。だからこの次はね、俺大丈夫って思ったら、己の蓋で勝手に人抱きのもんじゃから、みんなね、いつ落ちるかわからん飛行機乗っとんねんからね。だから今がしまいなの。今がしまいでもね、これで何をとる、間に合う人が一人もらんねん。おかしいの。わしはまだよう聞いとらんからあかんこと違うかな。まだ大丈夫な身慣れとらんからね、これはダメと違うかな。とこそうでない。大丈夫なね、なんぼね、なんですよ。今がしまいでもね、こっちが大丈夫になって助かんやったらもう、あかんな。もうこれはあかん。よう聞かれてもらって助かんやったら、今しまえたらダメじゃろ。ところがダメでないになります。ダメでないちゅう証拠が仏壇の意味なんだ。それあんた死人大神へのバカがおるから、 何になりますか、このもの。やってしまったらいいよこれ。もうみんな大阪そう思ってるね、みんな。ねえ、だからつまらんですよね。おせっかくお寺が何もあって何もならんとこれ。死んだと拝むものもとくから、仏壇は。だから、死なねばいらんもとん。死んでいるか、死んだらいらんのやほうが、これ。わしの助かる証拠が、ね、ダメでない、今がしまいでもね、一回もお寺へ参れでも、仏法家でも、今がしまいでも、真似を取る方にあんねん、これ。真似を取る証拠を姿に見な。それが何万だ仏見な。なんでか言ったらな。なんでか言ったら、これはね、こっちが聞くのが先じゃったら、こっちのね、聞くのが先じゃったら間に合わん。そしたらこっちが聞いて助かるんだったら、こっちの聞くっていうことが手助けになりましょう。こうなったら信頼しろ、他力にならん。わしの仕事が一つも入らん。わしの仕事が常のことも入った。たら他力にならん、ね、よう聞かれてもらって安心ができたら助かれたら、安心することが手助けになりましょう。手助けに。わしの仕事がプラスになりましょう。ね、それはやったら今しまいはダメだよ。今こうじゃダメでしょ。なぜか言ったらの、これはね、浄土真宗の他力っていうことにね、一つ抜けた言葉がもう一つあるんです。これはね、聖山にはこれが抜けとる。ね、親鸞聖人はこれを他力に、これを抜けたらわけわからへんな。だから信心は他力栄光の信心ってこうなきゃねえことなの。栄光っていうことが抜ける。栄光という言葉が。これがね、他のこれエコーという解釈は親鸞聖人しか使わない。こういう解釈は一般の仏教のオーソドックスではね、こっちから持っていくんであります。どこの宗教でもない、宗教というのは仏教ではない、仏教のオーソドックスではね、みんな。だからね、この前に青の光明寺寺へ、あの、わしはまあ檀家のこの若い者をよく買い上げましてね、この若い、そのこう、あの若妻会やその壮年会というのがうちの檀家にあるんです。それいつもこう毎年連れてたんですよ。これとああこう、まあ仏教の関係、数珠かけにはいかんとこばかり連れてたんだけどね、今年もこの間行ったんですよね。今年はオバマいとこ行ったんです。蓮如さんの旧跡で行ったんですよね。それでその青の光明寺も行ったことがある。そしたら青の光明寺ちょうどお参りしましたらね、そしたらね、大阪の人の檀家でね、それは大阪のいろんなたくさん師匠の人おるからね、お参りしとってね、それから夫目が済むまでじっとみんな待っとったん。そしたらその光明寺の夫目する、まあ、お寺のお坊さんがね、その何の前にね、
門徒の前でね、檀家の前でね、もうこれでご栄光が済みましたとこ言った。ははあ、やっぱりここはご栄光の宗教かと思った。これお経をあげてやるんですね。新宗だよこと言わないでしょ。それから他の宗派やったらみんなね、青の光明というのはとってももうこれほどね、親鸞師匠の考え方に近いことおらんですから。法然さんの一番、その法然さんのお弟子さんでは親鸞師匠の考え方に一番近い方は青の光明ですからね。やっぱりそれで言いますね。これはやっぱりこっちから持っていくんです、この栄光は。それから他の宗派でみんなお伏せでも栄光料とか言っておくのある。それから葬式屋が要は栄光してくれって言う、栄光なんて言う。あら、みんな真宗の言葉、真宗はね、こっちから栄光するのは全部ダメなの。こっちから持っていくのは、なぜか言ったらな、これは仏教ではね、これこういうことを言うれるんだろうの。栄っていうことは栄度、栄度っていう、この時間は栄度っていうんだ。栄度っていうの。栄度っていうことは、これはどういうことか言ったらね、栄っていうことはね、これは汚いっていうんだよ。何が汚いんじゃないんですよ。人間のこう体から出るものが汚いんじゃないんですよ。このものは汚いもんだったら出さねえ、みんな。あと製造商じゃないかよ、毎日。台所に仕入れちゃ、台所に仕入れちゃ、便所毎日定期行こうって、他しに行こうじゃん、これ。これ聞いてたら、缶桶じゃないかよ、これ。だから、みんなあんた汚いものはこしらえちゃう、あんた製造商に。この機械って言ったら、製粉機ってもんね。粉をこしらえる機械じゃん、これ。大したもんでないんで。だから、これの、そういうのが汚いうちに入らんんですよ。汚いうちに。それから、この唾が出たり、痰が出てもそう。これみんな出るんやから、何もこれをね、洗ったらきれいなんやから。それに汚いうちやらん。それから、諸悪の根源はこの神道なの。神道っちが一番ろくなもんでない。これお祓いしましょう。あれみんな神道っていうの関係ない。仏教はね、神道って一つも関係ない。それに仏教はみんな死んでからだから、もう情けのなのこれ。もうこれからもう葬式やめたろかええもんね、わしもやめたろかもんね、これみんな。外やったろかもんね、これ。関係ないね、仏教は。これは死んだと、これ、死を払うという。島を払うという。よく死を巻きましょうか。あれは神道ですよ。火葬場から帰って死を巻くね。これ、改装したら清明所という。ここからやらんかいの。アホなことをするんで、あれは神道ですよ。死んだ人に汚れるという。死んだ人は汚いことないんで、もう死んだら綺麗なもんじゃ。いや、焼いてしまったら特に綺麗なもんじゃ。文句言うこともなし。借金しとっても催促が来ることはなし。強盗に入ることはなし。死んだ人はとても怖いことはないの、ね、よ。生きたやつも怖いねんか、バカ者が。みんなその青が死んだ人が入る。それからそのね、それを見出して、汚れるちに、それでこれ。それから、信徒は血を嫌うんです。血を嫌う。女性差別みんなここから来るんです。そのころね、この A っていうの。仏教ではそういうことは言わない、ね、仏教ではね、生きたやつが汚い、ね。生きたやつでもね、体からでもじゃない。ここの中に汚いものがある。汚いもの、この怖いもの。得体のしない。それを煩悩地になります。爆弾持ってるもんね、これ。それ煩悩の手に引っかかったら、みんな本当のもないな。みんな汚れちまう。ところが、煩悩から一歩も出られんから、どうっていうこと。どうってここから出られんことなの。ね。で煩悩地のは爆弾のようなもの。だから、まあこうなると煩悩地はどこから出てくる。これに自分中心の眼鏡をかけて出てくる。農家の眼鏡をかけておくと二つかけてるんだ、これ。自分中心の。ええじゃ、悪いじゃ、好きじゃ、嫌い。みんな俺の中心じゃろ。あいつはどうも虫の使いやっちゃって。あれ自分に都合悪いの。褒めてみられ。いっぱい好きになるから、また。えの、わしども檀家の中に嫌いな人がおりましても、永代経10万円を投げてみられ。いっぺんにええ人に変わる。あの人は心がけない人やってわしが誤解しとったことになる、これ。これ簡単なもんね、これ、あんた、これ。ええ割り好き嫌いやつ。な。いや、みんなこれな。みんな己中心じゃろ。やかまあ、人間でまあ、まともなやつってのは一人もらんねん。この狂った眼鏡で測っとんねん。これでええな。ここから出られんねんから。まあ、まともなのあったかっただけくれるもんじゃ。あとのやつはろくなやつおらんねん、みんな。そうなもんね、この眼鏡をかけないものが見えるんやから。だから、こっから。だから、祈ることはいけない間違いなんです。祈りたら、こっちから手を出すことはいけない。これは神様を侮辱することなんです。それ知らんねん、ほら、みんな。
まあ、祈るばっかりやと今頃ね、祈ることはこっちから手を出すこと、手を出したらみんな汚れる。だからそれでね、それでね、だから私たちから手を出すものは本当のものでないでしょ、こっちのものは。そこで浄土親鸞聖人の解釈は、エコーということはこっちから持っていくものはアウトですからね。だから如来様からくださるという解釈になる。それエコーという解釈ね。だから外くださったのは救われるものをこっちからね、こっちの手垢を一つもつけさせずに、手垢一つつかずに、でつけたらか、手垢一つもつけさせずに、そのまんまわしが手元にちゃんと届けられとるのが、これが他力栄光、それが南無阿弥陀仏の六字句と。だからお六字句とはそこら辺に、そういう意味だ。それがね、これこっちがここ置いとったらな、手を出さないかんやろ、ここまでいかねえかんが。そうでない、ね、こっちが手を出す先にお前がおるところはいつでもどこでも誰にでもちゃんと先に届けられると。それをこの意味である。だからあの右側に皆さんのうちには奇妙人事法無下校のようになあります。あれが大事なんです。昨日言ったんだけど、蓮如様はですね、あのあこれ芝居をね、あこれやっぱり十字の名号かかってみる。蓮如様はね、初め十字の名号をかけとられたんですね。やっぱりあの芝居やろうとだいぶ調べんではなんですからね、ちょっと変なとこもありましたけど、まあ素人やにかあのくらいではしょうがなかろう。もうやっぱりな、点数つけたらあまり、あまあそばしは点数辛いけど、あまりええ点数はなんだけどね。だけどまあとにかく、新宗教義はね、まあちょっと変なこと言うたけど、まあとにかく一応やっぱり調べてやっていますからな。いやこれ十字の名号か、蓮如様は初めそうやったんですね。あの比叡山の僧兵が襲うまではあれか書き取られたんです。それであのあれはね、いつでもどこでも誰でもわしがおるとか逃げ場所がない、隠れ場所もない、ちゃんと来てくださった。だからな、一般には聞いて助かるんが、今度は反対なん、助かる方を聞かせてもらう。助かる方が先天になっとる方をおっかさに預かるから、おっかさに預かった今ここが助かる場所。それで一年ぽっき平成五条中で、これ一般は聞いて助かるが先。そうだよな、助かる方が先天の方を聞くんです。だから今まで聞いたものも、今聞いたものをわしの仕事を置いてこないしようがない。そこはだから今まで、今が島で真似ようと、聞いて解決にやったら今真似もう真似合わんの。ところが解決のできてる方が先天、それをおっかせな預かったまま、救われた救われまいと、間違いないものからこちらが持ちやない、聞いたもの間違いないとは違うで、ね、こっちの仕事入らない、それが足りきちまう。だから信心って言ったら麦っていう役で、誤解さん麦って言ったらこっちの仕事を置いとくいうことなね。救われると救われまいと、ここの仕事を違う。だから受け持ちは誤ったらいかん。蓮如さんは仏の方より往生事情とありましょう、こっちの受け持ちやね。だからそれで平成往生っていうことが言えるわけで、それが他力。だから他力でもね、他力言ったらこのみな、こっちの仕事がね、その詰めること入ったら他力にならんね。そのだからいつでもね、他力のものからは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏はいつでもね、わしがおるとか先にちゃんと与えられた。それをお姿で説明した。で、お経はそれをね、文字で説明したものであります。そこで信心って言ったら、一般の信心とは違う、思い込むんじゃない。信ずる言うたらこっちの仕事を置いとくいうことなんです。だから誤解さん、これ否定的な表現、麦っていう、こっちの仕事を置いとく、ここの仕事を先じゃね、信じておりますと信じたら違う、こっちの仕事が入らない、ここの仕事。だからそれを肯定的に表現すると、大瀬のままちゅうことな。でそれを頼むという例のことは頼むちゅうこと。じゃあ、まあ、またあのこの晩に。